まあ、投げの基本は、まあ、着底させてから巻くやけど、スモールの場合は着底ささんでもいいかもね。まあ、これぐらいの速度で巻いてあげると、おっしゃ来た一撃やけどね。あ、秘密兵器思い出した思い出した、秘密兵器思い出したわ。忘れてた、これですこれパイルドライバーカウンター、まあ知ってますよね。これにですよ、ちっこいのが出たんですよ。まあ1番10番20番っていう、まあ本当に軽いちっちゃいところなんですけども、これなんかピンとこないですから、そう、これにぴったりなんですよ。 DB ユーマのフリーのちっこい方、ジャストこれ、 DB ユーマフリーにジャスト1番っていうのが、ちょうどこれ1番ね、シャープ1、1番の32分の1オンス、まあ、または16分の1オンス、ちょっと風があったりね、深いとこ行きたいなっていう時は16分の1オンス、ふわーっとフォールさせたいなっていう時はこの32分の1オンス、これがやばいはずなんだわ。すごいな、フォールでもうバタ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 ってバタ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 って落ちていくわけやん、うん、そんなんスモールが見逃さへんもん。おら来た、おら一撃やん、もうもう DB ユーマ一撃やん、ウェイ、はい、オッケー、来た、わーしゃい、えい、これ投げるやん、投げるやん、で、まあ糸まっすぐ置いてフォールさせていくやん、でずーっと、まあラインは P やから浮いてるし、ゆっくり沈んでいくのを見てて、でまあこれでも多分走ると思うねんな、で着底したらゆっくりズルズルする、じゃあもうそのフックは安定してるから、その場でプル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 って泳ぎながら、この DB ユーマが、まあ、DB ユーマアクションですよね、だからプルプルプルっていうのがテールにこう伝わってプルプルプルってなるし、お、来た、来たよ、おー、でかっ、でかこの子、えいー、よっしゃい、えい、来た、おー、おー、でかっ、でかっ、マジででかいぞ、これやべ、たんちゃうこれ、はい、さあさあさあ浮いてきたよ、さあ浮いてきた、さあ浮いてきた、さあ浮いてきた、ネットに、おー、ようこそおっしゃーでかっ、ういこれでかっ、火花でこれはまあまあっすね、これはでっかいわ、マジでこいつさ、マジでこいつ神ワンオじゃないこれ、いやスモールで使ったらそれはやばいやろと思ってたけど、浮きすぎじゃない、めっちゃ釣れるスモールの釣り方を語るよりも、はいはい、絶対 T シャツで来たらあかんでって絶対夏でも防寒いるでっていう持ってる服全部着たからね火花粉舐めたらあかんで
これですよね。会津山塩ラーメン、トウミギ、なんだトウミギ、あ、トウモロコシのことトウミギって言うんですか、はい、こっちは、はい、へー、うーわ、これ見てください、これ。じゃあこのお塩の感じをいただいてみたいと思います。あったまる、あったまる、あー本当に優しいな。うーん、あー、すかさず麺の方に、ほら、お、このちょっとこうチリチリの癖の強い感じがこのまたあっさりとしたスープによく絡みいいですね。おっと、お、でかいんちゃいます？ウェイウェイ、来た、武藤さん来た、ちっちゃい、おっと、ブレディ、ブレディ、はい、ブレディの使い手じゃないですか。おお、いいサイズやし。おお、めちゃめちゃいいサイズ。いいサイズだ。これね、ビビユーマ、カスミ、カスミ。ブレディ俺たちゅん、まあ今までのブレディが結構そのなんていうのかな、ブル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 みたいなブレードの振動を強い感じで伝えてくれるブレディけど、これはブルブルっていうよりスルル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 みたいな感じ。ブレードの大きさも違うし、まあ薄くて軽いで、フック自体もフッ素コートのフックになってるから刺さるんだわ、これがスパッと。なんかあそこ波が怪しい、まあ、投げの基本はまあ着底させてから巻くやけど、スモールの場合は着底刺さんでもいいかもね。まあ、これぐらいの速度で巻いてあげると、おっしゃ来た一撃やねすげえこれが俺たちチューンよいしょ、はい、俺たちチューンはバスもラージもすごいけど、スモールは輪をかけてやばいね、これね。まあ折ったら食ってくるね折ったら食ってくる。でまあ折って食わんときはブレード変えてみるとか、使うワームを変えてみるとかで、今までやったらそのシャッドテールとかが一番マッチしたけど、本当にもっと低速でってなった時に、今回の俺たちチューンのブレードは低速でも回るからいきますね。勝手な思い込みかもしれんけど、はい、多分山盛りおるんやで。ほんでこう投げるやん、はい、投げる、はい、着底させるやん、はい、こういうふわ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 みたいな、ボトムから離れたなと思ったらちょっとリーディング止めてあげるとか。おっしゃ来た、おら来た、まっぱつ来たぞ、これでかい、おっしゃブレディ怒ってるやん、サイズがでかいぞ。おおほほ、おっしゃー、オッケー、でっかい、はい、かっこいいバスですね。いいね、よっしゃもう一発ブレディ、はい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 、よいしょ、はい、お、魚やん、おーさーいやー、オッケー、お、これでかいんちゃいます、おーいえ、この
がかりかと思ったまずいし。おこっちも来たよ。俺も来た。普通にちょっと巻いてたんですけど反応なかったからボトス飛び替えたらやっぱ食ったもん。おー、ターベット。これもいいサイズ。これもなかなかよしこやね。もうええっす。お腹いっぱいですか。もういいやろ。だって何時よ今。あ、1時9分か。これ SD の分。あ、いるんですね。うん、まあ、やりたくなるでしょ。やっていいんですか。やりたくなるやろ。絶対やりたくなる。初やろ、ひばらこ。はい、やりたくなるやろ。やりたくなる、うん。はい、ST チャレンジと。ということで、釣れんのか。いや、もうめっちゃ嫌なんですよ、こういう企画。なんでやねん。プレッシャーに弱いんですよ。そう、僕で釣れるんだったら。保険かけてる。なんか、保険かけてる今。なんか。バレました。何でも使っていいです。何でもいいんですか。何でも使っていいです。チャートです。チャートの DB ユーマ。はい、チャートの DB ユーマです。はいはいはい、はい。これです。これこんな感じで。あ、これなんなん、結婚指輪。これ結婚してんの。結婚してます。結婚してんの。結構なんかやらかしのあ、そうですね、キャラやん。やらかしの、やらかしの ST で撮ってますね。そうよね、はい、今日はちょっと違うぞっていうところを見し、おー、見しおなんかボイルみたいな起こってない。やってますね、あっち、あっちパッシャーなってたで。さっきあっちにいたのに。あ、鳥、鳥ですね。鳥がなんか食べたで今。鳥でしたね。おお、なんか潜ってる。待って。釣れてるカラーにしましょうか。素直に釣れてるカラーにする。はい。ああ、それもまあ作戦の一つやね。そうですよね。うん、なんか釣れないのはカラーだと。いや、そういうことを言ってるわけじゃない。今までガリガリ君って何回ぐらい当たったことある。多分3回3回ぐらいじゃない。めっちゃ少ないやん。はい。えもっと当たったことあるんですか。いや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 、そんなもんえ、そんな当たります。そもそもガリガリ君消費量が年間少ないんじゃん。はいはい、あ、まあ、それはあるかもしれないです。それがまずなってないわ。なって冬で全然月1は行ってるよ。いや、冬なんか1本も食べないです。いや、行ってる。冬ガリガリ君って売ってるんですか。そもそも、いや、あのね、はい、あのね、分かってないわ。いや、考えてみーな。はい、あの暑い時に、はい、その食べるのはそらそらそれでうまいやん。はいはいはい、はい、じゃあね、風呂上がりとガリガリ君はもうセット。風呂上がりとガリガリ君はセット。そうお、来た。おーっと、来ましたね、ついに。どうですか、スモールマウス。めっちゃ引きますね。めっちゃ引く。最高。最高ですね。おおはい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 、あ、もう誰が釣ったかわからないようにしとこ。来たる2022年6月の26日バスクイーンフェスティバルが開催されます。はい、こちらでこの陸上メンバー、まあ、畑拓磨を含めて、引田聖奈、市木カレン、レイラ、川越すず、この5名を集めての
お祭りイベントになっております。イベント何をするのかと言いますと、まずはですね、この陸上王の戦いを振り返ったトークショー、さらに、この4名によるキャスティング大会、さらに、まあ、オリジナルグッズですねを物販ブースを構えて、皆さんに販売すると。でさらにはですね、サイン会などなども予定しております。一番の目玉、これがですね、おかっぱり釣り大会、題してバスクイーントーナメント。これね、誰でも、男女誰でもが参加できる一般部門、そしてバスクイーン部門、これはですね、女性アングラーのみに絞られた部門で、ここで勝ったアングラーは陸上王秋の陣に参加できる権利が獲得できます。参加される方も大会に参加されない方も楽しんでいただけるイベントになっておりますので、ぜひ会場にお越しください。バスクイーンフェスティバル、キッチンカー大大大募集、わはい、6月のですね26日開催されます陸上バスクイーンフェスティバル、こちらでのキッチンカーを募集したいと思っております。まあ丸1日のイベントとなります。まあ、お腹が空いたなとかね、そういった方も出てくると思いますんで、ぜひとも、まあ、この会場全体を盛り上げていただけるキッチンカー、そういった方を、協力していただける方を募集します。詳細はですね、まあ、お申し込みは動画の説明欄のメールアドレスがありますんで、そちらの方からお願いいたします。ぜひお願いいたします。